はい、皆さんお疲れ様でございます。こんばんは。はい、起きてます。あのゴールデンタイムですよ。あ、飯田先生と申します。よろしくお願いします。本日はですね、あのこのこちら、クロスファイヤーというガンシューティングゲームをですね、あの私走ります。2000年の PS2 本当初期に作られたシューティングゲームでございまして、まあ、当時に関してはすごくクオリティが高いゲームとなっております。もちろんあのこちらを作った会社はですね、エレクトロニックアーツとスクエアの合同作となっております。なのでとても初期にしてはすごくいいゲームなんですが、相変わらずバグだらけなので、はい、そこはちょっと私も狙っていこうかなというふうに思っております。では解説はですね、まあ、あの走りながらやっていこうというふうに思いますので、カウントは3かな、3、2、1でいこうと思います。少々お待ちください。ちなみにですね、こちら日本語版なんですけども、2ヶ月後に、アメリカとヨーロッパでも、クロススクエスクワットというタイトルで発売しております。こちらはですね、あの日本語版から、ね、バグっているところをです、ね、修正して完璧なバージョンになってますので、もしやるとしたらそっちもいいかもしれないですね。よし、じゃ あちょっと設定見ます。はい、OK。はい、先にごめんなさい、伝えておきます。メニュー画面になると画面の下の方になぜか1212121って書かれてるんですけども、これ多分なんですけどゲームの制作時に多分消し忘れたものだと思いますね。はい、これ不思議でしょうがないです。これあの意図的にやってるとかそのサイズが合わないとかそういうものではないんですね。はい、なんであのこれ気にしないようにあの皆さんお願いいたします。 あとですね、クロスファイヤーってなんだと思って多分 Google と Yahoo で調べた方いらっしゃいますが、情報一切出てきませんので、ご注意ください。はい、あのこのゲームを見て、こういうゲームなんだなと知ってもらえればと幸いでございます。では早速3カウントでいきますか。よし、では、3カウントでいって、スタートで、タイマースタートお願いいたします。いきます。では3、2、1スタート。ごめんなさい、ムービーが挟むんですけども、今回ムービーは省略していきます。こちらアッシュ。マヤ、応答してくれ。マヤよ、どうしたの？アッシュ、予定通り潜入に成功した。そちらはどうだ？ええ、大丈夫。こっちも潜入に成功したわ。OK、 これより作戦行動を開始する。各自官房を確認。監禁されている高官たちを救助するんだ。いいな。了解。何かあったらすぐに連絡してくれ。よし、行動開始だ。はい、始まりました。ステージ1はですね、監禁施設ですね。まずはですね、途中で出てくるキャラクターマヤと合流するために主人公のアッシュが向かっていきます。このゲームはですね、ストーリーを話しますと、2036年にですね、北米大陸で、まあ、隕石が落下した。でその隕石が落下したのを発端に謎の伝染病が流行ってしまったんですね。でその流行った伝染病を見まして、政府はですね、まあ、感染地域を隔離する手段に取ったということでございます。でその感染施設にですね、視察団を送るんですね。政府高官とメディカルチームといった視察団を送るんですけども、まあ消息が絶つというところですね。おかしいと思わない？高官たちがどこにも見当たらないなんて。俺も今そのことを考えていたところだ。確かに変だ。どこか別の場所に移されたのかしら。かもしれん。ともかく一度合流しよう。捜索はその後だ。分かったわ。はい、でこちら先ほどの視察団と、政府高官を助けるためにアッシュをリーダーする4人が立ち向かっていくというゲームになっております。でこのゲームですね、あの先ほどからまあ声が出ているように、まあ、豪華な声優さんをですね起用しておりまして、今こちら画面に映ってますアッシュですね。アッシュは声優さんは古谷徹さんですね。起用しております。まあ、古谷徹さんといえば機動戦士ガンダムのアムロレイですよね。で、先ほどちらっと見えた赤髪のマヤ、マヤはですね、宮村優子さんですね。こちらのエヴァンゲリオンのアスカラングレーを担当している、なかなか大きい方ですね。あとはあの名探偵コナンの大山和葉とですね、声優を担当しております。これがロック解除装置だ。俺がロックを解除する。マヤ、その間の時間を稼いでくれ。了解。はい、でこのゲームの見どころはじゃあ何なんだって話なんですけども、まあ、もちろんその
ゲームのプレイのテクニックっていうのも一つあるんですが、まあ、先ほど冒頭で話したようにこのゲーム未完成なんですね。なので例えば先ほどからちらちら見える左上のワイプですね、そこが、キャラクターたちが変な動きをしたりとか、まあ、あとは本来来るべきのところにキャラクターが来ないとか、まあ、そういった RTA 泣かせのゲームではあります。ここにいてもしょうがない、ボイラー室から脱出しよう。了解アッシュ。でこのステージはですね、まあ、基本一本道でありますので、こちらステージさえ覚えてしまえば、まあ、そこまで難しくないゲームにはなってるんですが、やはりまあ今コントローラーでやってるんですけども、まあ、スティック操作がかなり難しいゲームとはなっております。私は左へ行くわ。まあ、こんな感じでね、敵がなんか残ってたりとかしてね、どこ向いとんじゃんって話ですけどね。序盤はですね、今マシンガンをこれ装備してるんですけども、なるべく弾を確保したいところなんです。それがないとですね、一面のボスがちょっと厳しい現状になります。でもちろん RTA ですので、もう倒さない敵はそのままにして、倒す敵は倒していくと。でなるべく弾をね落としてほしいんですけど、うまいこといかないですね今のところ。対人センサー付きなの？厄介ね。ちょいちょいこう左上のワイプバグりますからね、そこはちょっと見どころですね。アッシュ。よし、俺がおとりになる。マヤ、その隙に敵の背後を攻撃してくれ。了解。まあ、どんどん進んでいきます。はい。で致命的なバグっていうところまではさすがにないんですけども、やはりまあそのボス戦だったりとか進行に関わる不利な状況になるということはこのゲームあります。まあデバッグする時間なかったんだろうなっていうふうにまあ個人的には思いますね。で続いて画面の説明を行っていきます。左下に見えるオレンジのマークが HP で、青色のマークが、まあ、防弾チョッキの、ライフですね。まあ、防弾チョッキといえど次世代のゲームなので、なんて言うんでしょうか、まあ、そのなんか透明に光ったりとかしますけど、やばいな、これマシンガンの弾が足りないぞ。こういうことが本番に起きるんだな。弾も落としてくれ。あ、キョッキョッキョッ、よしという感じで、ごめんなさい、普段通りかもしれませんがやっていきます。ステージ1ですね、火炎放射器を持った艦首です。火炎放射器ですので、やっぱり直線上に攻撃した場合はかなりダメージを受けてしまいますから、うまいこと距離を保ちつつダメージを受けていくと。敵が透明に光ってますけど、これはですね、シールドが効いてる状態ですね。シールドがなくなれば直接ダメージを与えることができます。行きましたね。ああ、いかん。これはいかないです。もうちょいだな。OK です。ステージ1クリアですね。6分20秒。ちょっと遅いですね。でクリアしますと、その戦闘方法だったりとか、クリアに基づいてポイントがもらえます。でそのクリアに基づいて、弾を買ったりとかするんですね。こちらはですね、マヤにマシンガンを持たせてあげます。で相変わらず下の方に1212ってバグってますが、それはごめんなさい、皆さん無視してください。あんな感じで、はい、進んでいきます。では次はステージ2ですね、地下施設です。誰か応答してくれ。アッシュだ。アッシュ？アッシュなの？こっちは見事なまでに袋のネズミ状態なの。参ったわ。よし、今助けに行く。それまで持ちこたえてくれ。できる限りやってみるわ。先ほど左上に映った金髪の、女性ですね、こちらメリンダと言います。メリンダはですね、声優さん、三石琴乃さんですね。まあ、皆さんご存知、エヴァンゲリオンの桂木美沙さんね。まあ、知らない方はいらっしゃらないんじゃないですか。いらないかな。ごめんなさい、ちょっと言葉が待っちゃって。私が飛び出すから、あとはお願いね。でここでマヤが飛び出すと言いつつも敵を全然倒してくれないので、結局一人で倒す羽目になります。相変わらずね、濃厚なんですよね、マシンガン装備させても。でもやっぱりハンドガンよりかはマシンガンの方が役に立つんですね。カバーは
私に任せて、うん、カバーをしてもらいましょう。まあ、ステージはもうどんどん先に進んでいきます。もちろんですけども、そのステージが進むにつれて敵が持つ武器とかも強くなっていきますから、まあ、そこはやはり留意しないといけないところですね。なんだお前たちは。よう、ずいぶん待たせるじゃないか。ちょっとケツに火がつき始めた。すぐ突撃するわよ。先ほど左上に映ったあのケツに火がついたといった茶髪の紫色の人物はですね、ジャドと言いまして、ジャドの声優さんは源田鉄章さん、源田鉄章さんといえば、シュワちゃんの声を、機械の声をやっております。なかなか豪華声優陣ですね。すぐに英語に行くわ。待ってて。二人のおかげでなんとかなりそうよ。まあ、どんどん本当に敵を倒して進んでいくだけっていうところではあるんですけども、なかなか皆さん順調に働いてますね。いいですね、いい動きしてます。まあ、もちろんその他の味方たちはですね、 AI で動いておりますので、まあ、敵がいたら倒す、で先に進むなら先に進むというふうにプログラムされております。助かったぜ。王冠たちを助ける前に俺が助けられ、なんでか知らないですけど画面の下の方やっぱ比率合ってないんですよね。その制作の時に気づかなかったかなと思うんですけども、なんでしょうね。こちらにいらっしゃる。やっぱずれてますよね、やっぱ。あら、血の巡りが良くなったんじゃないじゃろ。それはないぜ、メリンダ。とりあえず先へ進もう。了解。オッケー。わかったわ。助かったぜ。これで補給はオッケーだ。後ろのカバーなら私に任せて。どんどん進んで。メリンダのガードを頼む。あ、今日いい感じですね。たまにですね、ジャドがですね、壁に引っかかってなんかすごいブレ方するので面白いところではあるんですけど、今日は皆さん真面目ですね。こちら上ルートと下ルートありますが、私は下ルートで行きます。上はですね、敵が少ないんですけども、ちょっと持ってる武器が強いっていうことがあって、下はですね、敵の持ってる武器は弱いんですけども数が多いと。上よ、上から狙っているわ。気をつけて、敵の数は多いわ。そう、確かにここ多いんですね。ただ多いからといってひるまずに突っ込んでいく。援護するわ。あとですね、なんかちょっと画面暗いなって思った方いらっしゃるかもしれませんが、これもですね、もうゲームの特性でありますので、もうこれ以上もうなんともできないんです。いい、はい、一応設定では画面マックスに上げてるんですけども、皆さんちょっとリカバリーで回復取ります。上げてるんですけども、やはりそれでももう暗くて見えない、まあ、そこら辺もやっぱり作るところで気づかなかったのかなっていうゲームではございます。おっと、倒しきれてないが先に行く。いいですね、いいですよ。はい、 OK。 あ、いいですね、マヤがカバーに入ってますね。よくサボりますからね。もうサボったらいつも私は言及だ言及だって言ってますね。そっちに合流するわ。ああやってね、敵が残ってるんですけどもね、いかにも気づかない2人ですからね。ここら辺もなんとかならんかったんかなって思いますけども、このゲームに関してはですね、コントローラーで左スティックがキャラクターを動かす、で右スティックがカメラ移動となっております。よし、メリンダと俺で上を見てくる。ジャドとマヤはここで敵が来ないか見張りを頼む。了解。分かったわ。じゃあの地下施設にですね、政府高官たちが捕らわれてるんじゃないかという情報でこちらに来たんですが、誰もいない。誰もいなかったですね。ここにいるはずなのに話が違うわ。とりあえずこの施設から脱出しよう。そうということですね、アッシュたちははめられたんですよね。なのでとりあえず脱出するということで次に進んでいきます。まあ、こんな感じでエレベーターに誰も乗ってこないっていうのもありますからね。そこはなかなか面白いところではあるんですけど、バッチリ援護してやるぜ。さあガンガン行きましょう。ガンガン行っちゃいなよ。
ムービー中はですね、AI たちの、まあ、仲間たちですねは動けるんですが、自分は動けないというところになっておりますので、まあ、ダメージは入らないんですけども、このムービーが終わった瞬間に判定が入るというちょっと不利なゲームにはなっております。あとですね、こちら設定では標準ではオートエイムに設定しております。まあ、こちらオートエイム外すことはできるんですが、その分こうやってロックオンされなくなりますから、ちょっと難易度は上がると。じゃあオートエイムでいいじゃんっていうふうに思うんですけども、こちらもデメリットがありまして、例えば自分がまっすぐ進もうと思って、まあ、左か右に敵にいたとするとそっちに向いちゃうんですよね。なのでまっすぐ走ってるつもりが急に左とか向くことによって、まあ、左か右が崖だったら落ちてゲームオーバーになってしまうというデメリットもあると。ああ来ました、ここお祈りポイントです。ステージ2のボスなんですけども、このステージ後ろに隠れる構造になっております。後ろに隠れたらもうタイムも何もなくなりますからね。私も祈ります、ここは頼むから後ろに隠れないでほしい。本当に毎回配信でもそうなんですけども、後ろに隠れたらもう泣くしかないんですね。グレネードランチャー使ってきますから、グレネードの弾を避けたいんですが、まあ、あんな風に食らってしまうのがちょっとロスだと。ただ一番はですね、後ろに行ってほしくない、それだけです。もうこれはお祈りです。頼むよ、もうちょいなんだな。こういうところで後ろに行ってしまってタイムがダメになる。あー、 OK、 OK です。ありがとうございます。ここだけは本当にどうしようもならないですね。ステージ3ですね、警察署ですね。少々お待ちください。まずマシンガンの弾買います。もちろん回復も買っておきます。で、ごめんなさい、メリンダにマシンガンを買います。まあ、もちろんね、弾も買ってあげないとね、使えませんからね。まあ、警察署に行くんですが、こちらの警察署に、政府高官たちが捕らえられてるんじゃないかという情報を得たので行くといったところでございます。よし、戦闘開始だ。落ち着いていきましょう。ちょっと待て、例の軍のお偉いさんが何だってあんなことになってるんだ。さあな、それよりもあの博士はなかなか口を割らないんで、どうやら特別にうちのに放り込まれたらしいぜ。へえ、あの最上階の、やっぱり誰か捕らえられているようね。軍の人間ってどういうことかしら。よし、行こうぜみんな。まあ、ここで情報が手に入ると、まあ、先ほど言った通りもう捕らえられてるんじゃないかっていうところで助けに行くというところです。まあ、警察署からですね、敵の数がぐんと増えます。なかなかその倒しながら進むというのが難しいステージがありますね。怪しいぜ、敵の増援がないかちょっと見合っている。敵がのこのことやってくるのを待つのもいいわね。油断は禁物よ。ついてこい、マヤ。了解。まあ、ここで二手に分かれます。まあ、いつもですね、2人に分かれるときはジャドとメリンダ、あとはマヤとアッシュ、この2人ですね。まあ、こちらのクロスファイヤーですね、まあ、なんといっても BGM が全然ゲームと合ってないと、すごく落ち着く BGM になっておりますので、まあ、聞く分だけでも全然いいかなというところです。そっちはどう？妙に静かね。気を抜くな、いいな。了解。了解。RTA にあたって短縮する技としましては、先ほどみたいにエレベーターに乗らずに落ちるといった技があるんですが、まあ、やはりですね、人間ですのでこうやって高いところが落ちると若干めまいがするんですよね。これはシールド関係なく HP にダメージを受けている。であまりにも高いとですね、まあ、やはりゲームオーバーになってしまう。いたぞ、あそこだ。どうやら団体でやってきたようだぜ、注意しろ。次から次へといい加減にしなさいよ。大丈夫、すぐに援護に行くわ。高いところから落ちてゲームオーバーになるっていうのは大体どれぐらいの高さかっていうとですね、一応攻略本には3階建てからっていうふうには書かれております。
まあ、確かに確かにですけど、普通に考えて3階から落ちたらね、助かるのも助からないんじゃないかっていうふうには思いますけどもね。まあ、現実味を帯びてるゲームではありますね。マヤ、カバーを頼む。突っ切るぞ。さあここですね。この突っ切るぞっていうのはですね、かなり非常に敵が来るんですが、ここがいかにスムーズにいけるかが、あ、微妙ですね。ダメだ。ごめんなさい。ここスムーズにいけると早いんですけどね。ちょっとシールドが間に合わなかったみたいですね。OK です。でここに囲まれるんですが、エレベーターに乗ってムービー発動させます。何か援護お願い。おいおい、勘弁してくれよ。これじゃ迷路だぜ。この際だ。あ、壁に埋まってますね。ここでですね、敵が多いと PS2 がですね、処理がちょっと重たくなるといったところで、まあ、かなりラグが起きる現象はあるんですが、一応まあ PS2 には支障がないので、まあ、皆さんご安心くださいというのを先に伝えておきます。それがですね、ところどころ出てきますから。あ、残ってます、ね、大丈夫かな。ああいう残った敵は後ろでマヤチンがですね、カバーしてくれているということを知って、うん、倒してないな。ああいうのがですね、なかなかタイムに響いてくるんですよね。マヤちゃん来ないですね。サボってますね。言及ですね。まあ、ただここのチェックポイント来ると強制的に集まるので。了解。待たせたな。本当に来ないな。噂の特別留置所とやらはこの上ね、きっと。ああ来ましたね。もうちょっと早く来てほしいですね。まあ、どんどん先に進んでいきます。ごめんなさい、先に伝えるのを忘れてしまったんですが、まあ、画面が非常に左右にぶれるゲームでございますから、やっぱりあの気分が、ね、悪くなってしまう方とかいらっしゃるかもしれません。まあ、こういう方は無理にあの見ずにあの体調に努めてください。まるで刑務所じゃないか。まあ、刑務所じゃないかって言ってますけど、刑務所なんですね。でここショートカットいきます。本来はエレベーターに乗るんですが、階段3階で OK です。成功です。本来はですね、あのここにある奥のエレベーターに乗って上に上がって進んでいくんですけども、まああやってショートカットができると。スピードラン .com の話をしますと、今ですね、私含めて、まあ、あの3人しかいないんですけどね。あ、海外勢が2人、私が1人っていう感じで、であの飛び降り方は海外の1人がですね、生み出した技でありまして、まあ、使えるなと。非常にタイムが縮みましたね。通常通りエレベーターに乗って降りるよりも、あの短縮方法を行った方がマイナス30秒ぐらい出たかな。結構早かったです。さあボス戦です。単純な野郎どもめ、敵の数は多い、油断するな。何、うわ、ジャード引っかかってますね、壁に。いやー、これ3人だな。もうこれがね、本番の恐ろしさ。これだけで1人かけますからね、戦力が。ご説明します。こちらボス戦、ステージ3のボス戦は雑魚敵15体 ×3 です。雑魚敵さえ倒してしまえば、まあ、クリアというところでありまして、ところどころに自動砲台が置いてあります。こちらの自動砲台がちょっと厄介なところではあるんですが、まあ、うまいこと人を狙っていきましょう。で今回ですね、ジャドが壁に埋まっているおかげでですね、まあ、戦力は3人となっております。誰か援護お願い。やられたわ。なかなかね、ああいうバグが、まあ、こういう本番で起きるんだなということを改めて、実感しております。まあ、ここは本当にひたすら倒すだけです。まあ、うまいことオートエイムをですね、使ってマシンガンですからね、蹴散らすことができますから、うまく使っていきたいところですね。でなるべく、メリンダとマヤが残ってますから、まあ、うまいこと誘導させてあげて、敵を倒すと。
というと、まあ、タイムの短縮にはなります。あとここでですね、忘れがちなのが敵の取りこぼしがないか確認します。これで終わりかな。ああいいです。たまに取りこぼしがあるとこのステージ探さなきゃいけないっていうことになって、まあ、かなりタイムロスになると。でこの扉を開けますと、アッシュ、君が救出部隊として潜入してくれたのか。ともかく助かったよ。ありがとう。お元気そうで何よりです。ところで彼女は。彼女は我々のメディカルチームとは全く関係なく、単独で今回病気の調査を行ってきたビアンカ・ノーブル博士だ。遺伝子工学の分野では有名な方だ。助けていただいて本当にありがとうございました。アッシュ、敵もこのまま私たちを放っておく気はないみたいよ。よし、脱出だ。はい、博士と大佐を救出したというところでございます。じゃあ重要人物ですね。ステージ4、地下鉄です。先ほどの金髪の髪を結んだ女性がいたんですけども、まあ、こちらビアンカ博士というんですが、ビアンカ博士を拠点まで届けるために動くというところでございます。でジャドはですね、ちょっと気になるから単独操作したいということで一時抜けます。でその代わり大佐が入ってくれます。大佐は HP が無敵ですのでどんどん使っていきたいところ。ここが入り口ね。それにしてもずいぶん荒れてるわね。大部分は例の隕石の衝撃でやられたが、残りは自治政府の連中が破壊活動を行った結果こうなったと聞いている。じゃあまさか。おそらくこの先には自治政府の武装集団が待ち構えているだろう。あらあら、それは厄介ね。どの道敵だらけってことかしら。アッシュ、とにかく博士を無事に送り届けるのが先決だ。どこに敵が潜んでいるかわからん。慎重に行動しよう。ご迷惑をかけますがよろしくお願いします。さあ行きましょう。さあ、ステージ4ですね、始まりました。地下鉄ですね。まあ、先ほどの白いシャツを着た金髪のビアンカ博士を拠点に届けるために抜けます。ただですね、ここから敵がかなり強くなっていきます。マシンガン撃ってもですね、なかなか通れなくなってきますね。まあ、ただですね、ここはその敵が強いんですけども、今装備しているマシンガンの弾をドロップしやすいところでありますから、まあそこはちょっと嬉しいところであります。ロケットランチャーいるんですが、まあ、ありがたく。でここにエネルギーパックといいまして、防弾チョッキ、シールドですね、こちらを回復するアイテムがありますから拾っておきます。これなんで拾うかというとですね、1ステージ、クリアのポイントがもらえるんですけども、結構カツカツなんですよ。よくあるじゃないですか、ゲームってそのなんかお金をいっぱい貯めればね、あの武器が99個買えるとかアイテム99個買えるとかありますけども、本当にこれギリギリでしか買えないゲームになってます。なので、まあ、遊びたいがためにこの武器も欲しいな、この武器も欲しいなっていうことができないゲームになってて、かなりシビアな条件となっております。まあ、ですから道中で落とすアイテムだったりとか、まあ、ああやって拾える回復アイテムが特に使用するポイントが高いので、まあ、拾っておきたいところでありますね、なるべくね。よし、綺麗に片付いたぞ。お見事。腕を上げたな、アッシュ。あとですね、今これは銃撃戦なんですけども、敵に密接した状態で攻撃ボタンを押すと蹴りモーションになります。了解。で蹴りモーションはですね、これあのひるませるだけでダメージが1ミリも入らないという無駄な技になっておりますから、なるべくやってほしくないということでございます。まあ、ただですね、マシンガンということはやはりこう攻撃ボタンのトリガーを押し続けなきゃいけないんですけども、走りながら撃って敵と密接したら急に蹴りモーションでずっと蹴り蹴り蹴りってなっていつになっても終わらないということがあるので、まあそれも RTA にとってはすごくタイム殺しの技だと。最悪のシチュエーションね。我々には襟好みをする権利も時間も与えられていない。今のこの状況に最善を尽くして当たる、これしか道はないだろう。申し遅れました、大佐ですね。こちら声優さんは坂治さん、広角機動隊のですね、荒牧大輔さんですね。
まあ、ご存知の方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。結構有名な方でございますね。まあ、大佐はいるけど少佐はいないってまあ、一応このゲームの設定は少佐は、グレイ少佐だったかな、まあ、いるんですけども、まあ、物語には出てきませんので、攻略本に唯一書かれてるかな。で、あ、まあ、こちら、電車の通るところなんですが、まあ、どんどん進んでいきます。でなぜか知らないですけど線路上には敵がいなくて上にはホームには敵がいると。なんで、まあ、線路通っていけばいいんじゃないかって話で機体を通っていきます。でですね、もちろんですが、まあ、フレンドリーファイヤーは存在します。これはもう敵もしかりで、まあ、敵同士打ち合うと、まあ、敵同士体力が削られると。でこのフレンドリーファイヤーがですねかなり有効でございまして、ステージ4とステージ5は、まあ、集団でボスが戦っ挑んでくるんですけども、まあ、敵同士戦わせるという技も一つテクニックの技に含まれております。まあ、ただそうやって言いながらもですね、まあ、うまくいかないのが現実というところですね。はい、ここは一旦二手に分かれます。まあ、相変わらずね、アッシュはマヤがね大好きなんでね、ごめんなさいね、僕ねいつもマヤのことマヤチンマヤチンって言ってますからね。あれみたいね。今の何かしら。戻ってきて。危ない危ない。博士が連中にさらわれてしまったの。さらわれてる割にはすげえ落ち着いてるんですよね。あれ左のワイプ見ると何してるんですかね。本当すまない、私はついすまないとか言いながら動けよって話なんですよ。あいつらこのままじゃ済まさないわよ。アッシュ、博士を助けに行こう。あの連中にしてもすぐに彼女を殺すことはあるまい。何らかの目的があって連れ去ったはずだ。どっちみちぼやぼやしている暇はないわ。行きましょう。あ、すぐに出発しよう。ということで助けに行きます。まあ、助けに行くって言ってもですね、やることは一緒なんですけども、まあ、道筋進んでボス倒して次のステージっていう単純な、まあ、そういうゲームではあるんですけども、もうちょっとでボス戦ですね。ステージ4のボス戦はかなり厄介な敵でございますので、まあ、うまくいってほしいなと願うばかりです。でなるべくですね、回復を使うときはです、まあ、やはりこのアイテム選択とかで時間を取ってしまいます。なのでエレベーター乗るときとかにこう使うとかなりめちゃめちゃブレてますね。あれ大丈夫か。あ、倒れましたね。すごいブレてましたね。単純なのはどっちなんだって話です。さあボス戦です。気をつけて、誰かいる。左上のワイプが重要ですからね。ああ今日いますね。ここでメリンダが壁に向かって走ってたらまた一人抜けますからね。なんだと。おとなしく武器を捨ててもらおう。さもないとこの女の命はないぞ。言うことを聞いたところで我々を無事に返すつもりなど最初からないのではないかな。臭いセリフですね。アッシュ行くわよ。あ、愚かな連中だ。総員かかれ。了解。はい、始まりました。コマンド隊長4人ですね。スナイパーライフル、火炎放射器、マシンガン、ロケットランチャー、ショットガンの5人です。でまずはですね、このスナイパーライフルを倒したいところですので、スナイパーライフルを倒していきたいんですが、当たっちゃったな。なんでかっていうと一撃でシールドが溶けるんですね。スナイパーライフル当たってしまう。なんで先に倒します。お、サボってますね、サボってますね。 OKOK、 よし、じゃあ次ショットガンですね。このショットガンがちょっと厄介で、なぜかこのフジッコに移動させようとするんです。でここフジッコ落ちるんですよね。こうやって消えるんですよね。これがかなりのタイムロスになります。 OK です。どこ行ったショットガン。あ、いますね。 OKOK。あとは、ロケットランチャーですね。これ早いんですけども、やはりロケットランチャーがですね、敵味方関係なくぶっ破してますので、まあ、HP がかなり短縮されているというところでございます。さあ避けられるかな。
ないですね。打たなかったですね。 OK です、ありがたい。まあ多分標準が合わなかったんでしょうね。相手はかなりタイムの短縮になりますから嬉しいところです。じゃあステージ5研究所です。まあ博士は助かりました。さて、アイテム買います。まずはアサルトライフルの弾を10個、シールドが強化されますので3つ買います。余ったポイントは自分の回復アイテムに。でもちろんですね、受け渡ししないと皆さん自分で使ってくれませんので、さて、OK、ページ5の研究所はですね、伝染病が広がる原因となったデータが研究所にあるという情報が入りますので、そのデータを奪還するために向かったというストーリーでございます。まだ敵は私たちの潜入を気づいてないみたいね。みんな通信回線は開けておいてよ。準備はいいか、行くぞ。了解了解了解。ああそう、こうやってね、蹴りがねいらないんですよね。あれステージ5からですね、あの武器が進化します。あのグレードアップした武器が登場するようになりまして、もちろんその敵も装備するようになりますから、やはり自分自身も強化していかないとクリアをするのはかなり難しくなってきます。ただですね、この今装備しているマシンガンなんですけども、非常にね使えるんですよ。なんでしばらくこれで、まあ、ステージ5までかな。知らせているぞ。仲間にね知らせてるという雰囲気は見えないんですよね。扉を開けるスイッチが2つありますので、こちら解除しに行きます。避けれるかな。お、うまい。あ、当たっちゃいましたね。残念。ここノーダメでいけるとかなり自分でもお、やったって感じなんですが、ちょっとうまくいきませんでした。アサルトライフルの弾がですね、 5.56mm という弾を使用します。こちらの 5.56mm がですね、まあ、買うとかなり高額な弾になっておりますので、なるべく道中落としたドロップで拾えるといいなというふうに思っておりますが、果たしてどうでしょうか。でここに隠しアイテム R56、 こちらがですね、終盤まで活用できるアサルトライフルになります。今のマシンガよりも弾速が速く装弾数が多いと、ボス戦にはかなり有効ですね。まあ、雑魚敵を蹴散らすにはすごくもってこいの武器であるありますが、まあ、高いんでね、なるべくドロップしたアイテムを取得していきたいと。あとですね、この黄色と青ですね、なんでこんなカモフラージュにしたのかわかんないですけど、目がチカチカするんですよね。あの目がチカチカするなと思ったら目つぶっていただいて大丈夫です。うんざりするほど広いわね。侵入者発生。システムを起動します。しまった、トラップだ。はめられたわね。分断させられたわ。どうやら二手に分かれるしかなさそうだ。メリンダ、大佐のガードを頼む。分かった。まあ、ここで二手に分かれます。まあ、このゲームはですね、よくあの二手に分かれるのが大好きなゲームであります。まあ、でも二手に分かれてもですね、結局操作するのはアッシュ一人ですから、まあ、結局自分の腕次第だと。ゾロゾロと出てきて、キリがないわね。いや、おっしゃる通りですね。いいですね、うまいですね。こちら右に扉開けると右手に3人、左向くとロケットランチャーが一発飛んできて避けて進む。あ、いい感じですね。左から2人来ますが、とりあえず撃っておいて左右にぶれながら、あ、撃ってこないですね。たまに撃ってくるんですけども、後ろから。まあ、FPS やったことある方だとあるあるなんですけども、よく相手の攻撃を避けるときに左右に動くじゃないですか。あの技ですね。これでも通用すると。ここまでコンピューターが詰まってると、そうかんね。で、ここでですね、PS2 がかなり処理が重たくなるんですが、OK ですね。いい感じです。これなんで起きるかっていうとですね、
やはり敵を倒しないとその敵のオブジェクトが残った状態になるんですね。まあ、ステージの処理とその敵の処理が残った状態で PS2 ね、かなり負荷がかかっているというところであります。なのでちょっとああやってラグったりとかするんですが、まあ、今のところ PS2 壊れてないので多分大丈夫かなと。あれで壊れるようでしたらね、まあ、やっぱりちょっと予備を 2,3 個持っておかないといけないなというふうには考えてるんですけども、まあ、なんとか頑張ってくれてますね。まあ、なんでこんなこと起きるかっていうと、多分このゲームもですね、そういうふうに遊ぶというふうに想定されてないんじゃないかなというところであります。まあ、打って倒して先に進むっていう制作人の意図をまあ反している今のプレイですね。はい、でここからちょっと暇になりますので、まあ、雑談でも話すと、静岡ね、今日は、はい、まあ、静岡といえば爽やかのハンバーグだというところで、まあ、爽やかのハンバーグ食ってきました。あとですね、今日ちょっと、まあ、時間があったんで昼間に公園に行ったんですよ。はい、ここの中近くにタミヤの本社がありまして、その近くになんか公園があって、で、まあ、鉄棒ありますよね。逆上がりできるんかなと。で、逆上がりやったんですよ。まあ、1回目は失敗したんですけども、2回目は無事成功したという。あ、まだまだ体って衰えてないんだなっていう、まあ、RTA には全く関係ないんですけどもね、まあ、ちょっと自分の安心感といいますかだったらね、で、練習しろよって話なんですけどねまあ、そういった昼間は結構あっち行ったりこっち行ったり遊んでおりました。できます？逆上がり。いますよね。なかなか難しいですよね。やっぱ子供の頃ってね、もうできませんでしたからね。という感じで、まあ、どん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 先に、まあ、一本道ですからね、本当にこうエレベーターを下ろして先に進んで敵倒して。応答してくれ。大佐。多数の敵を発見した。くれぐれも気をつけて行動してくれ。了解。了解。まあ、大佐が先ほどワイプで出ておりましたが、まあ、まだまだ先にいると。もうちょっとでね、合流します。マヤちゃん、どこを走ってるのかな。なかなか 5.56 ミリという弾をドロップしませんね。ちょっと痛いな、これは。見て、アッシュ。アッシュか。今、応戦した部隊がデータを持っているらしい。私たちはこのまま追跡するわ。アッシュ、君たちも急いで向かってくれ。戻りましょう、アッシュ。下の通路からすぐ追いつけるわ。戻る前にですね、ここのスイッチを押さないと、戻るための扉が開きませんので、これ、本当に最初のところはですね、戻れっていうんで戻ったら、なんか開いてねえじゃんっていうことが結構あってですね、なかなかここのスイッチに気づかなかったっていうのはね。どんどん進んでいきます。ここですね、右手に曲がるとですね、すぐ敵がいるので気をつけながら、あ、いいですね。たまに所定ショットガン持ってますから撃ってきますので、まあ、なかなかシールド泣かせといいますか、まあ、ちょっと驚く配置にいますね。まあ、でもかわいそうですよね。あそこに一人でずっと座ってるわけですよね、足たちが来るまで、ね、ちょっとなんか、まあ、給料高かったらいいんですけどね、あそこの配置はね。あと言いますと、このステージ5の BGM がですね、非常になんかカフェでも流れてそうな BGM でありまして、聞いててこうすごい心地いいんですよ。はい、どんどん進んでいきます。本当ね、ごめんなさいね、ここら辺はですね、特にないんですよ本当に進んでいくだけ。まあでもどんどん行きますよ。まあ、タイムはちょっと遅いかな、ちょっと遅れておりますが、どっかで巻き返せるかな。アッシュ、奴らこの隔壁の向こうに逃げ込んだわ。なんとか開閉する方法を探す。多分この上の制御室で操作できるはずよ。急ぎましょう。ということでですね、制御室で操作できることが分かったのでそこまで行くんですが、まあ、道中でああやってロケットランチャーが飛んできたりとか、まだまだ強い敵がいると。
ちょっとねぐるーっと回って制御室まで行きます。でこれエレベーター降りてくるんですけども、エレベーターの下にいるとですね、もちろんあの首がねゴキっていうところで HP だけかなり持ってきますから、それだけ気をつけないといけないゲームですね。まあ考えればね当たり前なんですけどもね、エレベーターの下にいたらそれは潰されるだろうと。でそれがですねかなりダメージが痛いので、なるべく離れてエレベーターは待ちましょうっていうところ、まあ、日常でも当たり前なんですけどね。なかなか落としませんね 5.56 ミリの球。あー来ました来ました、左下の方ですね 5.56 って出てるんですが、これがちょっと後々使いたいものでありますので、なるべくドロップしてほしい。まあ、どんどん先に進んでいきます。まあ、ここら辺ももう敵もですね、いらない敵はガン無視して、まあ普通通りに遊ぼうとするとですね、例えば隠し武器があったりとか隠しアイテムがあったりとかするゲームなので、まあなかなかその分にはボリュームがあって楽しめるんですけど、 RTA にはそこら辺は必要が全くありませんから、まあ必要最低限の武器と回復アイテムでどんどん先に進んでいくと。ああ本当ですか。ああマヤチン弾切れですね。ちょっとまあでもハンドガンがあるんでね、頑張ってもらいましょう。ところで大佐はなぜ逮捕されてしまったのですか。それが私にもわからんのだよ。突然拘束されてしまったんだ。有無を言わさず。油断しましたね、完全に油断したな今。本当にロケットランチャーな、あれでうまい配置なんですよ。手前に雑魚敵置いておいて後ろにロケットランチャー配置するというね、うまい戦法なんですよね。なんでちょっとこう隙間を縫いながらロケットランチャーを先に倒すっていう風にやりたいんですけども、やはりオートエイムがですね手前の敵を標準してしまうと難しいところであります。さあボス戦です。ここが長いんですね。なるべく早く進めたい。よく見ると大佐の手ぶれがすごいですからね、ちょっと初めて武器握るんじゃないかってね思います。では研究所のボス戦です。コマンド隊長4人ですね。持ってる武器は、ロケットランチャー2人、火炎放射器1人、アサルトライフル1人です。でロケットランチャーの2人がですね、いかに敵同士争ってくれるかが鍵となります。撃ってこないですね。撃ってきてるけど届いてないですね。撃ってきてるけど届いてない。よし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 、 OK、 あれこれはアサルトライフルですね。ロケットランチャー下にいるのかな。でこのステージ5なんですけども、ボスの体力が非常に高いんです。なので撃っても撃ってもなかなか削れない。これがかなりタイム泣かせとなっております。なんでひたすら撃ち続けます。で動いてる最中は攻撃してきませんので。あいいね、上か。あれどこ行った。あ奥、ああ来た。これロケットランチャー2人ですね。でロケットランチャーはですね、なるべく近くにいた方が避けやすいっていう性質を持ってます。なんで近くで戦いましょう。あーマヤチン倒れましたね。右上に戦闘不能と書いておりますが、まあ、こちら、マヤは離脱したと。でロケットランチャーの時はですね、画面が非常に揺れます。なんで見てる方ね、もし気持ち悪くなったらですね、一旦ちょっと休めてください。まあ、もちろんですけどもプレイしてる本人もですね、こんだけ画面揺られると標準合わせるのもなかなか一苦労でありまして。あ上に行きましたね。どこ行ったかな。どこ行った、あっちか。ちょっとかかってますね。かなりやっぱり本番はこんなものか。よし OK です。あーまあちょっとかかってますね。
じゃあステージ6地下街に行きます。地下街でですね、ジャドが戻ってきます。その代わり大佐がですね、なぜか知らないですけど行方不明になるんですね。まあ、ただですね、ジャドは重要なデータを持ってこちらに来ますので、これはかなり見どころではあります。ジャドにですねシールドを渡してあげます。で、自分はマシンガンを買ったね。いただきましょう。なぜ大佐は行方不明になったのかというのがこの後重要ポイントになってきます。いいか、一瞬たりとも油断するなよ。打ちかまそうぜ、行くぞ。でステージ6の地下街なんですけども、こちらはですね、アシたちも、もう脱出しようというところでステージ6、7、8、9と脱出路をどんどん進んでいきます。油断しないで。ここだな、地下街への入り口は。敵の造園がないかちょっと見張っている。援護は任せて。気をつけて、敵が撃ってくるわよ。気をつけてって言いながら左の上のワイプ見ましたけど、前はサボってますからね。ずっと今立ち進んでいたんですけど、バックアップも何もしてくれないんですね。本当にしつこいやつらね。あ、来ましたね、やっと来た。上から狙っているわ。なんでこのゲーム常にですね、左上見て仲間たちが何をやってるのかなっていうのが重要なゲームになってきます。もうサボってるとね、全部自分で処理しなきゃいけないですから。でステージ6からですね、やはり、まあ、敵も強くなってきます。持ってる武器もかなり強くなってきます。基本なんかロケットランチャーが常備するようになってきまして、なかなか、あー、いけるか。よし、ロックを解除すればするほど敵が増えるという謎仕様ですね。まあ、エネルギーパックは回収してね、まあ、なるべく倒していきます。本当にね、ここはね敵が多いですから。こういえばですね、今日はなんか、まあ、私ね、あの愛知県の方から静岡に車で来たんですけど、岡崎インターあたりでですね、玉突き事故がありまして、本当にもう10キロぐらいかな、なんかすごい渋滞してましてですね、まあ、やはりまあゴールデンウィークなのか、なかなかやっぱそういう事故が多いなというふうに見受けられました。まあ、気をつけないかなと思って、ね、あーねー、本当になんか渋滞にはまってしまうとせっかくの休みもね、ちょっともったいないって感じになっちゃう。まあ、なのでね、まあ、このゲームもですね、なんかうまいこと言ってくれたらいいなというふうに思うんですけどもね、なかなか、まあ、先ほどのステージ3といいね、壁に埋まってボス戦に参加しないということは多々あるんでね。ステージ6は比較的皆さん順調に動いてくれますから、そこはちょっと嬉しいところではあるんですけども。ここちょっとラグります。かなり処理が重たいです。まあ、PS2 が頑張ってくれてる証拠ですね。まあ、こんな感じでどんどん先に進んでいきます。もうちょっとでボス戦です。さあ、ステージ6のボスは一体誰なのか。ステージ6は基本的に、じゃあ短いですのですぐ終わります。さあ、来た。何よ、あれが相手なの？レディに対して失礼じゃない？手に余るようなら俺様に任せな。ジャド、あんまり調子に乗っていると痛い目に遭うわよ。あくまでも慎重に。はい、こちらステージ6のですね、最初戦車かなと思って攻略本見てたらですね、巨大あのこちら、巨大なメカしか書かれてなくて、あ、名前ないんだと思って、なので、まあ、適当に名前つけてください。マシンガンとロケットランチャー撃ってきますが、こちらもゴリ押しで突っ込んでいきます。でなぜかゴリ押しするとですね、ロケットランチャーが当たらないっていう性質を持ってますので、ただその分自分も HP がかなり削られるので回復しつつマシンガンをアサルトレーブルかを打っていきますね。この回復をちょっとでも怠るとゲームオーバーです。なるべく
左下の HP を見ましょう。もうちょいかな。あ、OK です。火吹いたら勝ちですね。ちゃんとね、みんな仕事をしてほしいですね。さあ、ステージ7、軍工場です。こちらの先ほどステージ6の地下街から続く工場となっております。まあ、脱出するための一つの通路ですね。さあ、ここで、違う。ガトリングを買います。ここね、よく忘れるんですよ、ガトリング買うの。それでね、ああやらかしたって言って毎回毎回泣きを見てます。あ、大丈夫だ。敵の数は多い。油断するな。始めようぜ。スピードランドットコムではですね、私今、現在2位であります。まあ、先ほど3人しかいないので2位もあれなんですけど、時間はですね1時間9分25秒だったかな。まあ、ただですね、やっぱり海外勢は早いですね。1人1時間8分台を出しまして、まあ、本当になんだろう、こう気のない動きといいますか、とにかくどんどん進んでいく。まあ、してやられたなと思って、まあ、参考にはなるんですけども、まあ、自分も1時間8分台に組みたいなというところで、まあ、日々頑張っております。まあ、どんどん先に進んでいきます。まあ、ここもですね、なかなか複雑なステージですので、ちょっと道間違えると、あれどこ行ったっけっていう感じかな。まあ、何回もやってるとですね、まあ、慣れるので、まあ、そうすると覚えるんですけども、最初のうちは本当にどこ行ったらいいんだろうって迷うステージではありましたね。まあ、その分敵も強いですし、なかなかやっぱり無駄は省きたいところですね。まあ、こんな感じで、まあ、いらない敵はどん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 無視していくと。まあ、ここですね、ここがちょっと難しくてですね、足場が悪いんです。足場が悪いイコール落下するで、落下するということはゲームオーバーになりつつあるので、お、いいですね、ロケットランチャー、なぜか知らないけど避けたと。でこのなぜか知らないから避けたというのは、実はからくりがありまして、敵から攻撃を受けると 0.5 秒ほど無敵時間が発生するんですね。でその無敵時間が発生した瞬間に次の攻撃をもらうと、それは食らわないという判定になります。なので先ほど後ろからロケットランチャーが飛んできたんですけども、その飛んできた瞬間の前にマシンガンの弾が一発当たったと。これかなり有効な技でございまして、まあ、なかなか意図してできるものではないんですけども、まあ、ロケットランチャー当たるとですね、あの吹っ飛びますから、復帰するまでにやはりまあ 3,4 秒時間かかってしまうと。なので当たる分だけタイムロスになっちゃうね。で見ました、今左上のワイプ、みんな動いてないですからね。何してんだろうって話ですよね。敵がいっぱいいるのに、ね、なんで倒してくれないんだろうって。でここまで来ると2人が動き始めるとね、結局アッシュだよりかみたいな。手に負えなくなる前にちゃんと知らせるから、後ろは大丈夫。後ろばっか見とらんでね、ちょっと前も見てほしいなと思うんですよね。まあ、結局操作するプレイヤーが先に行かないとみんな動いてくれないっていう、ね、特殊部隊とは言えない構成になっております。さあグネードの弾が飛んできますが、当たるか。ここね、当たっちゃうんですよね。まあ、当たるんですけども、そのエレベーターに乗らないと先に進めないので、まあ、致し難いところであるんですね。まあ、一番怖いのがですね、当たった位置が悪くて、エレベーターが高いところで当たった位置が悪くて下に落っこちてゲームオーバーになってしまう。そっちに合流するわ。お、いいですね。待たせたな。
ここで合流するわって言った時にジャドとメリンダが来るんですけども、たまにメリンダが壁に引っかかってずっと来ない時があります。でその場合はですね、もうここのステージボス戦まで3人で行くことになりますから、かなり不利な状況になります。まあ、これも、まあ、こちらで誘導することはできませんので、引っかかったり引っかかったで、はい、もうさよならって感じですね。まあ、このバグに対して私はよく職務放棄だと言ってます。職務放棄バグ、メリンダバグというふうに言っております。でこの現象を起こすのはよくメリンダがやってくれるんですね。他のキャラクターたちは壁に埋まるだけなんですけど、メリンダだけ意図してなぜかついてこないということをやりかねますからね。危ない危ない、敵も強いですからね、まあ、数も多いんでなるべくオートエイムを効かせながら、しながら先に進んでいきます。なるべくね、味方たちも HP も残しておきたいですからね、まあ、率先して。でここのエレベーターだけなぜか判定がすごく悪いので、決定ボタンを連打します。でこのもうダメだって言った敵の次がボス戦です。こっちかな。おいおい、あんなやつを相手にしろっていうのか。でこのステージだけ特殊でございまして、先ほどエレベーター降りたんですけども、先ほど、ステージ1から6を見ていただいたら分かるんですが、ある程度味方離れててもボス戦に行ったらみんな集まりましたよね。ここだけエレベーターに乗せて味方たちを連れてこないと誰も来ないんですよ。なんで今1人で戦ってます。でですね、今これ、巨大な、まあ、巨大な戦車という名称で戦ってはいるんですが、全然動かないですよね。これなぜかと言いますと、まあ、先ほど冒頭で話したように日本語版未完成なんですよ。なんで動かないんです。でこれじゃあ海外版だとどうかというと、綺麗に動きますよ。技も変わってますからね。まあ、本当に間に合わなかったでしょうね、制作がね。ステージ8軍倉庫です。このゲームステージ9まであります。もうちょっとで終わりですね。まずはですね、防具買います。この青色の防具ですね。この青色の防具が、まあ、レベル3の防具になってるんですけども、これさえ買っちゃえばもうあとはぬるゲーです。軍装甲、ステージ8の軍装甲ですね、事件の真相解明のためにですね、自治体のリーダーでキースという、まあ、男性がいるんですけども、それを直接問い詰めるためにこのステージ8のアジトへ来たということでございます。まあ、なのでステージ8のボスはそのキースと直接戦うと。あ、ごめんなさいね、防具を装備するの忘れましたね。でシールドもですね、レベル1、レベル2、レベル3というシールドがありまして、まあ、もちろんレベル1は弱い武器になっています。でレベル3の防具を買うためには、まあ、ステージ7から出てくるんですけども、買うためには1500ポイントのお金が必要になるんですね。で1500ポイントってじゃあどれぐらいなのかって話なんですが、このゲーム1ステージクリアするのにだいたい1000ポイントから1600、700ポイントぐらいしかもらえないんです。ということはですよ、この防具買うためには1ステージ分を使わなければならないと。でその1ステージ分を使って防具買ったはいいんですが、そうすると武器とか買えなくなるんですよね。なので、まあ、そこの、まあ、兼ね合いといいますか、まあ、計算が必要になってきます。で今ですね、レベル3のですね防具を装備してるんですけども、まあ、画面から見えるように左下の青いゲージですね、こちらシールド の残数になるんですが、マシンガンの弾食らってもですね全然減らないんですよね。ということはですね、相手からのロケットランチャーの攻撃もそんなに食らわないということでございまして、この装備がないと正直ラスボスがかなり難しくなると。
ここのステージなんですけども敵が非常に多くてですねかなりラグります。いけるかな。あー OK です。 PS 頑張ってますね。まあここはですね今あの薄型の PS 使ってるんですけども3万番台とかちょっとあの分厚い PS あるんですがほぼ高確率でフリーズします。まあ、処理に耐えきれないんでしょうね。仕方ないわね。二手に分かれましょう。メインだ。頼んだわ。ちょっとすまない。まあ、ここで二手に分かれます。先ほどあの大量に敵がいたんですけどもここまで来ちゃえばね。さてショートカットです。まず一つ目 OK ギリギリですね。危ない危ない。でここなんですけども先に敵を倒して真ん中に落ちる。 OK これをミスりますとですねゲームオーバーになるんでよかったです。成功しました。あそこね難しいんですよ。なんでかって言いますとオートエイムで敵の方に向くっていう説明を先ほどしました。ということはですよ落下中にこの敵に標準合わせた瞬間ずれるんですよね。あの着地ポイントがで先ほどの真ん中のところに落ちないと 100% ゲームオーバーです。ここの短縮はですね私が発見しました。なんであそこの短縮したい場合は焦りは禁物だというふうにいつも自分に問いかけてますもうちょっとでボス戦ですね。でここもですねなんでか知らないですけどね足場が狭いんですよ。なんで走るときは本当に要注意です。カメラ操作とかちょっとでも足がずれると下に落っこちますから。でこの高さで落ちると間違いなくもう耐えれないですね。なんでこういう構造にしたのかはちょっと謎ですけどもね。これね本当に一人一人歩くのがギリギリのステージですね。さてさてさてと大掃除は終わったぜ。黙らせてあげたわ。静かなものよ。あんまやってないですけどね2人ね黙らせてあげたって言ってるけどね。なんかガトリングに切り替えます。さあキース戦ですね。引っかかったなこの間抜けども。いいか敵は手強いぞ。油断せずに戦うんだ。まあ、本当はね仲間だったんですけどねキースはなぜかこうやって対峙することになってます。でキースが持ってる武器はですねフリーズガンと言いまして当たると氷漬けにされます。で氷漬けにされると大体10秒ほどロスしますのでこれは絶対に当たりたくない。であとはキースはシャイですからね逃げるんですようちの方に。なのでこっちから追いかけないと攻撃ができないと。おお早いですね。いい感じです。まあ、ムービーはね飛ばしてしまうのでね申し訳ありません。ラステージ9最後軍本部ですね。まあこの戦いもですね全てあの人が仕掛けたものだったんですね。さあ誰でしょうか。弾を買っていきます。まあ回復も買ってこっちかな。よし、ラストのステージ9はボス2連チャンでいきます。まあ、扉を開けますと右手にですねロケットランチャーを持った敵がいますのでそれを先に処理します。このロケットランチャーを処理しないとですねしつこいんですよ。後ろからもうどんどん撃ってきますから。まあ、エレベーター登りましたら左右から撃ってくるんですが走りながら気をつけると。でここの敵はですねもうあの武器のドロップをしませんからもう本当に倒すだけ、もうそんだけです。でここの扉はですね火炎放射器持ってますのでここはなるべく倒しておきます。火炎放射器はねやっぱり避けられないんでねマシンガンとかでしたらねもう食らいながらでも先に進みますけど。さあまず第1戦目です。空を飛ぶやつとどうやって戦えっていうの。諸君らの実力はさすがに大したものだ。敬服に値するよ。だがそろそろ決着をつけようじゃないか。少年据えて相手しなきゃいけないわね。やっちまうぜ。行くぞ。
でここ行くぞでムービーが入るんですが、実は動けます。なんで動きます。さあ第1戦目ヘリコプターですね。でステージ9なんですけども、なぜかロケットランチャーの弾速が 1.5 倍ほど速くなっております。なので撃ってくるともうほぼ避けられません。なるべく撃ってこないことを祈るばかりです。さあ頼みますよ。この真ん中にいると見失うんですよね。見失わないな見失ってほしいな。ごめんなさい、弾が大丈夫、ハンドガン使えばいいから。大丈夫、ハンドガン使ってください。いいですね、こういう風に見失うとあともう自分のターンなんですね。今ジャド狙ってますね。いいですよ、自分さえ狙わなければ OK です。今第1フェーズで上を飛んでます。第2フェーズだと降りてくるんですけども、第2フェーズまでに倒したいです。いけるか、あとちょっと。オッケー、降りました。第2戦に揃えてちょっと避けながらさあこの事件を起こしたことの顛末は一体誰だったんでしょうか。大佐、あなたたちのこれまでの行動は全て情報局が掴んだ。今さら守り通さなければいけない秘密などもはやないのです。このまま投稿してください。そうか、ジャド、君が単独行動をしている時に連絡したんだな。しかしもう遅い、今さら引き返すことなどできんのだ。分かってくれ。でも大佐、守り通さなければいけないのは秘密だけではないのだよ。プライドや意地というものもある。よし、戦闘開始だ。はい、では最後の戦いです。大佐の HP がゼロになって、スローモーションが発動した瞬間がタイマーストップになります。いけるかな。あー逃げた、マジか。逃げましたね、珍しい。ちょっと立ち位置悪かったかな。はい、タイマーストップです。1時間10分。あーまあまあまあ、でもいいタイムじゃないでしょうか。はい、ということで、感想ですね。どうしてこんなことに。もう終わったことだ。そうだろう。今さら後戻りなどできはしない。アッシュ、ここに博士の研究データがある。これは君に預けよう。きっとグレン少将の星がある。全ての謎が解けるかもしれないしな。アッシュ、誇りだけは失うな。大佐、終わったな、アッシュ。ああ、これで全て終わった。任務は完了というわけね。ええ。いや、完了したわけではない。しかしこれ以上は遂行する理由がないということだ。そうだな、俺たちが勝ったというわけでもないしな。やれるだけのことはやった、それでいいじゃない。そうね、やったわ。確かに生き続けることも任務の一つだしな。よし、帰還しよう。はい、ありがとうございました。エンディングは長いので、まあここは省略というところで、では、最後にですね、1時間10分25秒、まあまあぼちぼちのタイム出せたかなというところでございます。はい、まあ、本当はね、タイム更新できたらなというふうに思ってたんですけど、なかなかうまくいかなかったです。で最後このエンディング中ですね、このすっごい遅いエンディングロールが流れながらですね、まあ、大佐がどういうことがあったのかというまとめをしてくれてるんですが、まあ、ちょっとこちらですね、5分ぐらいかかってしまいます。3分から5分ぐらいかかってしまうので、また私の配信でですね、よくクロスファイア走っておりますので、そこで見ていただけたらなと思います。では最後にですね、このクロスファイア、あ、私もやりたいなって思った方いらっしゃると思うんですけども、残念ながら移植ありません。
もう PS2 でしかないんです。なのでもうネットで調べていただくか、まあ、ブックオフとかですね、中古屋さん行ってもう買っていただくしかないんですよね。うん、スイッチとかにね移植してあったらすごい楽しめたかなと思うんですけども、まあ、ごめんなさい、そこはあの探していただいて買ってください。まあ、多分安いと思うんでね、300円ぐらいで売ってんじゃないかなって思いますから、まあ、いいんじゃないでしょうか。送料かかるのかな、多分送料の方が高いかもしれませんね。で、そうですね、本日は本当に、ありがとうございました。RT in Japan さんの本当にご協力ということでございまして、私もこう大きい会場でやるのがすごく初めてでございますので、まあ、正直手が震えております。それだけ、まあ、その中でよくこのタイム出せたなというところで非常にちょっと今安心しております。本当にあの皆さん ありがとうございました。では、そうですね、皆様ありがとうございますはい、まあ、無事にクリアできて、一安心というところで、まあ、ちょっとほっと腕を撫で下ろしております。ありがとうございました。はい、まあ、エンディングが長いですので、私は以上となります。普段ですね、配信しておりますのでツイッチの方ですね、ちょっと不定期ですけども、まあ、ぜひ来ていただけたらなというふうに思います。まあ、フォローなどもね、ぜひよろしくお願いいたします。では私は以上です。本日は本当にありがとうございました。まだまだ続きますので、よろしくお願いします。